皆さんこんにちは。ただいまご紹介で預かりました稲福正成と申します。ちょっと名前がですね、下の名前なんて読むのってよく言われますので、フルネームで紹介をさせて自己紹介をさせていただきます。今日はもうお休みですね。連休の初日ですので、皆さんたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。もう今日どこも行かないんですかってことは聞きませんね。ここに来ていただいてですね、はい、もうわざわざ時間割いてきていただいたかと思いますので本当にありがとうございます。今日はですね、今先ほどご紹介ありましたけれども、この度ですね、沖縄しきたり歳時記という本をですね、防大福さんから出させていただきまして、それの記念のトークイベントということですけれども、これ30編のですね、短い文章を入れてあるんですね。これは実は沖縄タイムスさんで月1回出しているミニコミ誌、1日にですね、タイムスを取っている方には分かるけれども、新報を取っている方にはちょっと分からないんですね。こういったものが入っておりますけれども、これで連載を2年ほどさせていただいた文章をですね、まとめて、それで少しは修正を入れたりですね、加筆をしたりしてまとめたのがこの本になっているんですね。ですから2年間にわたって書きましたので、今日1時間という時間が与えられているので、これ全部のお話ができないし、全部話すると本が売れないのじゃないのかという、いろんな事情がございますので、その中から端折ってですね、そうですね、タイトルというか、ここに書きました通り、しきたりよもやま話ということで、あまり難しい感じでお話をいたしませんというか、この本自体もあんまり難しい内容の本ではないんですね。学術書という感じでもないですし、あとマニュアル本でもないんですね。これ読んだら行事の仕方が分かるという本でもちょっとないんです、残念ながらというか、なんというかですね。それから、また神の世界を書いた本でもないんですね。神様の世界のお話は明日ここで多分あるかと思いますけれども、戸口富子さんのお話があると思うんですけど、今日は私はそういうお話でもなくて、お供え物のお話ということをちょっとやっていきたいなと思います。年中行事と供え物というタイトルをつけましたのはそのためでございます。まず行事と供え物ということでお話をしていきたいんですけれども、今日は新暦は9月の19日になりますが、旧暦は8月7日なんですね。8月7日、もうこの時期になります。非常に行事が多くてですね、それもどういった行事かと言いますと、そろそろ来ますのがですね、八日日という行事がありますね。皆さんのところをやりますかね。それからそれとなんて関連して芝刺し、写真出てますけれども、こういったものをお家の四隅ですね、屋敷の四隅とかですね、門のですね、門入り口ですね、お家の入り口であるとか、あと昔は今はもうないですけれども水がめの上とかにもですね、置いたりしたものなんですね。これは何のためにやるのかと言いますけども、これ似たようなもので今もたまにされる、最近する方も減りましたけれども、食べ物を外に持っていくときにちっちゃいこうね、葉っぱとか寄ったものですね、あれをやります。サンと言いますよ、サンゴアとかって言いますよね。あれと同じようなんで、これ魔除けなんですよ。こういったものを指すという行事がありますし、それに関してはこの本のですね、方にもちょっとそろそろお帰りいただきたくというタイトルでちょっと書いておきましたけど、何に帰っていただきたいのかということですね。悪いものに帰ってもらいたいということでやる行事なんですね。それからちょっと話進めますけど、屋敷の拝むといって屋敷を拝む行事ですね。これも多分多くのところで旧暦2月、旧暦8月、それから12月にされるお家もありますよね。ということでありますけれども、この時期にやるところがありますよね、多いですよね。それから、8月の10日前後になります、もうちょっと多分2、3日しますと、こういったものを作るかと思いますよね。カシチですよね。ハチバチカシチという行事名になったりしていますけれども、この赤いですね、小豆を入れたカシチですね、おこわをこれを供えするという行事が、されるところが結構あります。そして、明日から多分入ると思いますけれども、彼岸ですよね。彼岸も明日から多分26日までのですね、秋分の日を真ん中にして、7日間、ありますね。
この時期ですか、行事が非常に多い時期になるんですね、8月のね。まあ、日が当たることはちょっと置いておきますが、その他のですね、先ほどからお話ししているこういったものをやる芝刺しの行事、それから爆竹を鳴らしたりする八日火という行事があったりしますし、それからこの加湿というこの赤いご飯をお供えする行事、この行事はですね、実は一つ共通点がありまして、もう一ついきますと、ここまで共通点があります。これなんですか、ふちゃぎですよね、はい、これ子供にあまり人気のない餅ナンバーワンですよね甘くないからだから青餅にしてくれんかっていう人があるんですけれども、材料がですね、小豆と餅と一緒でも青餅ではダメなんですよね、はい。まあ、その理由をちょっとこれからまたお話ししたいと思いますけれども、この加湿というのは赤いですよね。加湿という行事は沖縄にはやるところで2回あると思うんですが、6月の加湿というのが6月25日あたりにあって、それから8月の10日あたりに8月加湿というのがあって、2回加湿の行事があるかと思う、加湿と呼ばれる行事があるかと思うんですけれども、加湿というのはお供え物の名前で、このご飯自体を加湿というわけですよね。加湿をお供えするから加湿うるみとかっていうわけですけれども、6月の加湿と8月の加湿は名前一緒なんですけれども、お供えするものが違うわけですよね。6月は白いのをお供えして、8月赤いのをお供えするというところが多いかと思いますが、6月の加湿というのは米が取れて新米をですね、炊いてお供えするという意味で6月の加湿なんですけど、8月の加湿はそうではなくて、これは厄除けの意味を持っているというふうに考えられています、それで色が赤いわけなんですね。赤いと縁起がいいですよね、というふうに思いますよね。これは縁起がいいから赤くして、よくなんかお祝いだからお赤飯でも炊こうかっていうことをね、よくまあ、ドラマなんかでも聞きますけれども、この赤い加湿というのは、お祝いだから赤い加湿を炊いているということでもなくてですね、魔除けとして赤いものを作っているんですね。先ほどのこの芝刺し、それからその前後にある加湿、そして八七の碗、この辺りは悪いものを払うという意味合いのある行事なんです、はい。8月は非常に悪いものがですね、うようよしている時期だというふうに言われるんですよ。だからなんか最近なんかあれですよね、県内の新聞とか、それからテレビラジオなんか見ても、結構なんか妖怪の話とか結構この時期みんなするんですけれども、なぜかと言いますと、別に妖怪ね、子供たち妖怪好きですから、年中なんか毎朝や、ね、毎週朝やってますけども、あれではないですよ。8月というのはですね、7月にお盆がありますよね。お盆の時に皆さんのご先祖様の霊がお帰りになられて、帰ってこられると思うんですけれども、でそれで3日間ないし4日間ですね、滞在をされて、そしてウークイというのをやると戻られますよね、あの世にですね、武装だと思いますけれども、ですけれども、お盆にはですね、ご先祖の霊と一緒に違うものも一緒に帰ってくると言われているんですよ。何かと言いますと、こう供養するべきですね、子孫がいない霊であるとかですね、悪いこういった悪霊というんですか、そういったものが一緒に、まあ、なんていうんですか、ついでにというんですか、この便乗で帰ってくるわけです、先祖もですね、帰ってくる。ですけれども、ご先祖ですね、子孫がいる先祖は、まあ、結構迎えられて、ちゃんと送られるので帰りますけれども、ついでに来る人たちって結局、まあ、往復航空券を持ってないとでも言うんですけどね、送られもしないので、片道切符のような感じで帰らない。それにこっちにいるといろいろなんか、なんていうんですか、食べ物があるし、ね、飲み物があるしみたいな、なんかいろいろなこともあって帰らないんでしょうね。で、しばらくもうようよと滞在しているわけです。我々もその人たちは送ってませんので、やっぱりいるわけです。でもそういったものというのは非常に悪い影響を人々に与えると考えられてて、いつかどうにかして返さないといけない、返すというか追い払わないといけないと。いうふうなことがありまして、つまり7月の15日あるいは16日ぐらいにお盆が終わって、その間しばらくいるわけですから、8月ぐらいになりますと、そういったものがですね、いよいよ活動を始めて何か悪い影響をもたらすという時期になってきます。はい、まあ、これはですね、季節の変わり目ということで、皆さんもなんか今日ね、友達と来ようと思ったけど、風邪気味だから私は来ないと言って、なんか一人で来ましたという方もいらっしゃると思います。
この時期って体調崩したりとか結構多いですよね。お盆の疲れとか季節の変わり目とかそういったことで、昔の人なんか余計だったと思うんですけど、まあ結局なんかちょっと体を調子を悪くするとか、そういう時何だけいいんかっていうと、ビタミンが不足してるんじゃないかとかですね、なんとかってことはやっぱり言わなくて、昔の人は悪いものって関係あるんじゃないかっていうようなことを言うわけですね。ですからそれを追い払うという儀礼があって、でその8月のこのいろんな例えば芝刺し、それから八日日、それからヤシの晩、カシチ、こういったものは悪霊払いのというか悪疫払い、悪霊払い、やらむ、お払うという儀礼になっているわけなんですね。はい、ですからこの先ほどあの食べ物見える産後と同じような意味があるのをこれと言いましたけれども、これも悪いものを中に入れないという意味なんです。だから屋敷の上をしてですね、きれいに屋敷を清めた後にこれを刺すことによって、お家の中と外にですね、お家の中結構バリアを張って中に悪いものを再び入れないようにするという意味が一つあるというふうに言われて、だからこれですね、神聖なものだからって言って一番その床の間に置く人なんていないのはですよ、結局外に置かないとバリアが張れないからという意味があるわけなんですね。はい、ですからあの食べ物に置く産後っていうのも大事だからって食べ物の底に入れる人っていないですよね。上に乗せるというのは外に置くというように意味があるわけ、中に入らないようにするためですけどね、そういうことがあるわけなんですね。はい、ですからそういったことがで、こういったもので、まあ、悪いものが避けられると考えて、そしてこのカシチとフチャギの共通点というのは小豆ですよ、赤いですよ。赤い色というのも昔から悪いものを払うことができるというふうに考えられてきたようなんですね。これ以外にも、今日はちょっと写真を持ってこなかったんですが、島草らしとかですね、島寒化という行事がまだ残っている地域があって、これはどういう行事かと言いますと、動物ですね、牛とかヤギとか豚とかそういったものを屠殺してですね、その肉とかですね、骨をですね、縄に吊るしてですよ、それを集落の入り口の道にかけるという行事をやるところがあるんですね。今でも沖縄市の寄りあたりではやっていまして、毎年高校沖縄とかに乗ってますけれども、あれもですね、結構動物をまず生贄にするということです。そして動物のこの血とか肉の赤い色、これで悪いものを払うという意味があったようなんですね。ですから動物を盗撮しますと血が出ますよね、いっぱいね。はい、この血もですね、昔はこの島草らしの時は捨てなくて桶に入れてですね、これをみんなですね、集落の人がこの魔界にですね、入れて各世帯持って帰るわけなんです。そしてそれを木の枝につけてですね、自分のお家の外壁とか外壁とかそういったものに塗りつけたりした。それも赤い色で悪いものを中に入れないというですね、厄払いの意味があって、ですから赤い色というのは、悪いものを払うという効果があると言われています。よくどこですっけ、大山区の巣鴨のトゲ抜き自分車、あそこで赤い下着が売っててなんとかって話とかテレビで放送されますよね。あの赤っていうのもただ可愛いから赤とかですね、綺麗だから赤ではなくて、おそらくあれも悪い病気を払うとか言うんですから、それも赤い色が悪疫払いであるというのがですね、沖縄だけの考えではどうもないようなんですね。はい、ですから先ほどのちょっと問いの答えですが、フチャギはアンモチで代用できないのか、できないわけなんですよ。つまりアンモチにしますとアンが中に入ってしまって外が白くなるから、うん、赤いものが外に出てないんで厄除けの効果がないということですね。だから外に赤いものがついていることに意味があるということなんですね。これ十五夜の供え物ですよね。これから十五夜がまたありますけれども、はい、来週ぐらいですかね、日曜ぐらいになるんですかね、十五夜があると思いますけれども、これは昔のですね、綱引きを十五夜にやるところが結構ありますけれども、これですね、これは綱引き、十五夜ってこれ昼間やってますけれども、ちょっと珍しい写真持ってきてしまいましたね。糸満の朝糸満は十五夜の夜に綱引き、夕方するんですけども、前里っていうところはちょっと変わってて昼間やるんですよね、近くの。はい、まあこれなんです。これもまあ一応十五夜の日に当ててやりますね、十五夜の綱引きの系統と考えていいんですが、十五夜の時にですね、綱引きやるところでは綱引きの歌にですね、よく出てくる歌詞に、父や真ん中に節や甘くまみ、餅と赤まみぬダチョウのとさという歌がよく出てくるんですが、何かと言いますとこれのことなんですね。月は真ん中にっていうのは白い餅を月に見立てている、はい、節や甘くまみと星があっちこっちにまぶったりばったりついてるということですよ。はい、で
ムチと赤マギのダチルブツタというのは直訳しますと、ムチと小豆が抱き合っているようだ。なんでそんなちょっとですね、なんかいかがわしげなことを言ったのかということなんですよ。何もいかがわしいんではなくて、実は綱引きですよ。今これオズナとメズナが結合しようとしてますでしょ。沖縄の綱引きというのはオズナとメズナがあって、これをカヌチ棒で抜いて引くっていうのがほとんどですよ。ただ皆さん PTA 運動会とか学校の運動会の綱引きとかですね、あれ日本じゃないですよね。だいたいロープ綱1本で引きますよ。だから綱1本で引けば簡単なんですけど、わざわざ2本作ってこうくっつけると何かと言いますと、この綱の名前って枝川綱引きなんかでも言いますが、オズナとメズナって言いますよね。そう、オスとメスなんですよ。オスとメスをカヌチ棒でつなぐ、どういうことかというと CU、オスメスの和合ですね。それによって、つまりオスとメスが結合すると、まあ、子供が生まれるんですよね。ということは繁栄、繁盛を表して、豊穣。だから、これは、稲の藁の綱ですよね。つまり稲が収穫されないと綱引きができない。これは豊年祭の儀礼であるということが分かる人です。そして、オズナメズナを作って引っ張るというのは、来年も豊作にしてくださいねという意味があるわけなんです。だから、ただ遊びで引いてるわけではないんですよ。はい、だから昔はですね、必ず入りが勝った方がなんかいいとかですね、上がりが勝ったら来年は不作とか、そういったですね、占いがついている集落もあって、力任せにですよ、悪いところを買ってしまったら区長さんが辞めたってところもあったりとか聞いたことがこれ本当ありますけれども、だからこれはですね、単なる競技ではない。年裏といって来年の豊作凶作を占うという意味があるものなんですね。そしてもう一つ、これはちょっとですね、まあ、おまけのお話ですけれども、綱引きっていう行事は実はほぼないんですよ、沖縄で。だから与那原大綱引きとか、那覇大綱引きとか、それから糸満大綱引きって言いますけども、大綱引き自体はメインの行事ではないです。ちゃんと拝みがあって、それに結局、後から占いとして綱引きがついてるんで、与那原の大綱引きはちゃんと、網しじなとか言いますか、年網というちゃんと拝みがあって、それから綱を引く。糸満の綱引きも十五夜の拝みがあって綱を引くんで、綱引きだけをですね、なんていうんですか、競技として、イベントとしてやってるというのは、やはり沖縄ではですね、もともとそのものはないというようなことなんですね。はい、で綱引きってこれ8月の、ここは15日ぐらいやると思いますけれども、糸満の8月15日ですね。それから、夜中の綱引きは多分6月の25日ですよね。午前後のなんか日曜日に当ててやると思いますけれども、それからカシチイジナというのが多分その時期ですけど、ウマチイジナというのもあって、6月の15日前後にあるところもあるんですね。それから七八ジナとかですね、ウトイブチジナといって、お盆の期間中に引っ張るところもありますよ。忙しいのに、はい、ありますあります。これは糸満の前平とかのあたりは7月の14日にも引っ張ると、お盆の中の人も引っ張るんですね。で、あれはなんかご先祖様に綱引きを見せるためだって言いますけど、綱引きって見るんじゃなくて引いてる方が圧倒的に楽しいんですよね。はい、実はですね、綱引きというのは先ほども申し上げましたけれども、豊作を祝いするですね、そういった豊穣の儀礼なので、6月の赤七時、馬七時の赤七時の七八の綱、8月の十五夜の綱、全部もともとは豊年祭というような豊作を祝う儀礼の綱です。馬七時といった時に、5月も馬七やるから5月の綱もあるんですかというけど、ほぼないです。理由は簡単で、稲の藁っていうのは収穫しないと出ないですよね。今はなんか金から買ってきた、台湾から買ってきたってありますけれども、昔はこれ自分たちの村で収穫した綱で作りますので、つまりですよ、軍鉢馬地というのは、穂が出た時に豊作を願う行事ですよね。初穂のお祭り、穂が出た時に豊作を願うんです。6月が収穫をしてですね、この豊年を感謝する祭りなので、つまり収穫しないと藁は出ないわけです。だから6月の馬地以降にしか綱引きはほぼないということですね。まあ、少し例外はありますけれども。というのが、まあ、こういった綱引きの儀礼になっているかと思います。で、この十五夜の綱引きの話と、関連してですけれども、こういったように沖縄本島の北部あたりが多いですけれどもね、金とか宜野座とかですね、あとは節とかあの辺りとか多いですけれども、8月の15夜に豊年祭といったらですね、こういった村芝居をやるところもあります。村芝居のこのですね、写真を見ていただくと面白いです。こっち何かあるの分かります？
これアメリカモフではないですよ。これ獅子舞の獅子の胴ですよ。これですね、これは宜野座村の松田区ですけれども、これをですね、やった後にこっちに置いてあるんですね。片付け忘れではないですよ。これはですね、実は十五夜の法然祭というのの、こういった余興というのは人が見るためにやっているのではなくて、本来神様に奉納する奉納芸能なんですよね。誰が神様かと言いますと獅子です、獅子。これ獅子に見せてるんですよ。だから獅子がなしのうといむちという言葉がよくあそこら辺では聞かれますが、じゃあなんで獅子に見せるのかと言いますと、皆さんのお家にもあの門のところにシーサーとかですね、あと屋根の方にくっつけたりとかしますけれども、あれは何のためにありますかね。魔除けですよね。だから内側にシーサーを向ける人いないんですよね。外側に向けますよね。外に対して威嚇するという。獅子舞をやる集落がありますけれども、獅子舞というのも、これも村の払いでやるんですよ。清め。そして清めていただいたのでありがとうございますということで、その感謝で獅子舞の後の余興をこうやって見せるというようなことをしているわけです。つまりご苦労様、慰労会ですよね。ということになるわけは、奉納芸能なんです。つまりこれ8月15夜と言いましたけれども、15夜まで、さっき、お家の単位ではですよ、芝を刺してみたりとかですね、はい、加湿をお供えしてみたりするんですけれども、集落の中でもにはですね、お家から出しても、そこの道とかですね、明道とかにですね、悪いものがまだいるんだということになりますと、再侵入の恐れもあるからどうするということになって、村全体で払わなければいけない。ということで、村を清める獅子舞というのを村を回ってやるわけですね。そしてその後に、この獅子にですね、芸能をお目にかけると。だからこれよく見ると耳が見えますが、ほら、あっち向いてますよ。舞台の方をですね、向けて置いてあるわけです。ってことからしますと、結局それぞれ個別の行事と思えるような行事も、一応一連の何かでつながりがあるというようなことが少しお分かりいただけるのかなというふうに思います。あとですね、次にお話ししたいのは、これもまあ式体祭事記の中でもちょっと書きましたけれども、沖縄の行事にですね、あの植物がよく使われる。実はこの本をですね、お買い求めいただくと、もうお買い求めいただかなくても分かるんですけど、本当はお買い求めいただいた方がいいので、言っておきますが、この表紙のカバーにですね、絵が描いてありますよね。ここに書いてあるのはこれ何かって言いますと、これ夏みかんじゃないですよ。これは九月のつもりですよ。はい、ここにあるのが三人ですよ。で、後ろ見ていただくと、勝負があって、菊があって、可愛らしい絵だから入れたのかって、そうではなくて、これ多分ですね、行事に詳しい方なら多分お分かりになる。すべて沖縄の行事で使われる植物なんですよ。そして歳時期とつけましたので、一応春夏秋冬、四つにしました。春というのは正月ですので、こっちに置いてあるんですね。こういった九月にお供えするわけですよね、みかんの昔ね。それでこれですね。そして夏はこれ、勝負、ここに出てきてるんです。これ、群鉢グニチーで甘菓子を食べるときに、勝負の葉っぱをスプーンの代わりにしてですね、非常に食べにくいですけど、なぜその食べ方をするのか、これも後からお話ししますが、そういったものがある。で、あとはですね、この菊は何かと言いますと、これですね、菊酒というのが9月9日にある行事なんです。この時に使われて、ここを書きました。で、あと、まあ、3人はですね、言わずと知れた皆さんのですね、あのよく、まあ、作ったり買われたりする、お孫さんいたりすると山のように作られると思いますけど、これ、ムチなんですよ。で、ここで挙げたものの共通項を何かと言いますと、まあ、今からまたちょっと別のものもお話ししますが、香りがある植物というのは、沖縄の人は悪いものを払う効果、さっき赤いものありましたけど、もう一つ香りのある植物。これは悪いものを払う効果があるというふうに考えていたようなんですね。はい、まず一つ目に挙げられるのが、まあ、これですね。これより前ですね、ちょっと写真がいいのがなくてですね、持ってこれなかったんですけれども、早いところからいきますと、暦の順でいくと、3月3日ですね。その時にあの風地場をですね、こうね、細かくして練り込んだ風地餅とかといわれる餅を作りますけど、よもぎ餅ですよ。はい、あれは美味しいから作るんではなくて、3月3日ですね。あれも払いの意味で作るんですね。3月3日というのは、よく沖縄の人、海に行かれますよね。なんかこの版元の坊大夫さんは、浜売りをされるんですよね、毎年。ということです。女の人だけその日はなんか職面だそうですけれども、そういうことがあるそうです。はい、女性に優しい企業なんですね。浜売りはなぜするかっていうと、
泳ぎに行くわけでもなくてですね、別に貝を取りたいというのがメインの目的ではなくて、浜に行って塩とかですね、砂を踏むという目的があるんですね。それによって塩とかそういったもので汚れを払うというですね、お話があります。有名な赤股を身ごもった話というのが3月3日の浜辺の由来にありますけれども、あれはまたちょっとですね、お話すると長くなりますのでちょっと端折りますけれども、その時に、まあ、宇宙といってですね、食紅でいろいろ染めたですね、卵とかですね、あと赤飯のおにぎりとかそういったものも持っていった重箱を作ったり、よもぎ餅を入れたりしますけれども、3月3日の宇宙というのは、今日はもう専門の戸口敦美先生がおいでですので、先生の本なんかにも重箱の写真ありますけれども、3月の宇宙というのは、食紅でピンクにいろんなものを染めたものが備えられます。あれ可愛いから染めてるんではなくて、やはりさっき言ったようにですね、本来は厄除けの意味だと思うんですよ。はい、悪いものを払う。そしてそれに女の子が喜ぶように綺麗に装飾を施しているというまたことになっていると思いますけれども、それとよもぎ餅はよもぎの香りで悪いものを払うという意味がある。そしてぐんごちぐんちですね、またこれはこの菖蒲の葉っぱですよ。これも菖蒲というのは香りがするんですよね。これで悪いものを払うという意味がある。ただこれ大和でもですね、端午の節句にはよく5月人形に菖蒲が飾られてますよね。だからこの菖蒲は沖縄人が考えたものではなくて、もともと中国から来て日本にも入って琉球にも入ってきたこの5月5日端午の節句の植物であるように思われます。で、沖縄ではですよ、ぐんごちぐんちというのは子供の節句といって、ほら浴衣の日におもちゃを買ってあげると言いますけれども、その時男だけ買ってあげるということはしないですよね。昔から女の子にはお人形とか、男の子にはなんかちょっとあれですよね、飛行機とか、昔ね、もうブリキのなんか自動車とかですよ。もっと古い時代はまあいろいろ刀とかそういったもの買ってあげたんでしょうけれども、男の子にも女の子にもユッカの日にはおもちゃを買ってあげたんです昔。沖縄では男の子の節句という考え方どうもあんまりなかったようなんですが、大和ではもうただ3月が女、5月が男ってなってますよね。はい、5月が男になったのはなぜかということです。大和の方がこれ多分ですね、この勝負というのは、武を尊ぶ勝負というのとかけられるということがあったりしてですね、5月人形飾り、3月が女だったら5月男でしょうということで、そういうようなことで5月は男というふうにしたんで、沖縄では その武家社会ではなかったということもあってなんでしょうけれども、そういったことがですね、伝わってこなかったのか、全体的に子供の節句としてあるわけだ。そしてこの勝負で悪いものを払うと言いましたけど、ユッカの日のおもちゃも実は悪いものを払うためのものなんですね。あれ結局ユッカの日のうんばちぐんちあたりをこの何て言うんですか、気が悪いと言われてまして、勝負でまず嫌なものを払うということが一つあるのと、今ちょっと子供が泣いてますけれども、ナチュルわらべ耳ぐすぐすって歌がありますでしょう。そう、目立つとですよ、やっぱり悪いもの嫌なもんがですよ、見つけてすぐ引っ張って、子供というのはとても大人に比べると弱いですから、そういったものから狙われると昔思ってたわけですよね。それで子供がその日が悪い時に泣くと悪いものに狙われて命も取られてしまうんじゃないかということで、あやすためにおもちゃ、いい理由を買った。だから男だけに買うということではなくて子供全体に買うということだったようなんですね。はいはい、これ生姜ですよね。はい、生姜も香りのある植物ですよね。生姜はこれこんな形で売ることってあんまりないんですけど、沖縄でも年にですよ、一時期だけこの形でスーパーで売ってますよね。お盆の前だけですよ。これをこのままですね、仏壇の両側に飾ったりする人もあるし、あれもこれちょっと分かりにくいです。果物のこうやって上にですね、乗っけたりする人もいますけれども、それから葉っぱの部分じゃどうしたのかって、葉っぱをですね、運慶重心にネギの代わりに刻んで入れるところもあります。なぜそれをやるのかというと、これは先ほどの八日日石破刺しの話と、まあ、関連しますが、先祖の霊と一緒に帰ってくる悪いものがですね、先祖の備え物を取ろうとするわけですから、そういったものを避けるために、こういった生姜をお供えして置いておいて、その香りで悪いものを避けるという意味がある。だからこれ、親川氏が生姜上宮ということではないと思います。はい、だからこんな葉っぱもついてる生姜なんで備えるのとかっていうことなんですね。それはこういっぱい嫌なものを避けるためにこの生姜の香りを使っているということのようです。
はい、でプルバチクニチンの菊酒というのもこれも飲むと長生きしますよとかって言いますけども、どうもこのこれしきたり歳時記にも書きましたけれども、中国の漢字とかですね、大和の文献見てみますと、菊酒というのは菊の葉っぱを使うんではなくて花を使うって書かれています。花を浮かべるとかですね、漢字に出てきます。沖縄の人は葉っぱなんですよね。なぜそういう風になったのか、好みの問題なのか、あるいはお酒が違うからなのか、ちょっとこれは私も、まだですね、何の文献を調べても答えが出てきませんので、お分かりの方があればお教えいただければというふうに思いますけど、沖縄ではこの葉っぱを使うんですよね、ですからこれはもうだから長寿の薬は花なのか葉っぱなのかよく私は分からないということで、これに長寿の薬は花か葉かというタイトルで菊酒のことを書かせていただきましたけれども、この菊もやっぱり香りがするので悪いものを避けるという効果があります。今ご覧をちょっといただくと少し共通項があって、さっき3月3日のフーチムチ、軍鉢の愚日のこの勝負、そしてまあちょっとお盆を置いておきますけど、軍鉢愚日の菊崎の菊ありますけど、これ3、5、9、つまりこれ節句ですよね。お節句のうちの3つですよ。はい、奇数の数字が重なる日ですね。これはですよ、いい日というふうにも考えられましたけど、中国人はとても心配性なのか、いいものが極まると次は悪いふうにしかならないと言ってですね、陽が極まると陰に転ずるというふうな言い方をするので、一番いいから次は悪くなるんだみたいな考え方があるらしくて、それで悪いものを避けるということで、こういった香りのある植物に薬除けをするというようなことにどうもなっているようなんですね。菊酒もだから沖縄独自の行事ではない。これは中国から来ています。そして大和の方でも、今はですね、廃れましたけれども、江戸時代ぐらいまではですよ、非常に庶民にもよく浸透していた行事なんですよ。本当かなって思うんですよね。本当なんです。証拠がこちらにあります。こんな大きい花札作りましたけど、これ花札ですよ。もちろんゲーム喫茶から剥がしてきたわけではないんですけれども、はい、これ、この札見たことありますよね。これ菊酒なんですよ。菊があってですよ、杯がありますね。菊酒です。花札というのは 12×4 数あるんですよ。12種類の花が4枚ずつ、各4枚ずつあります。だから花合わせなんて言い方もしますけれども、つまりあれは季節、1年12ヶ月の、まあ、花暦のようになったカードなんですけど、菊はもちろん9月なんですよ。そしてここに杯があるのは菊酒って意味なんです。これですよ、庶民の遊びとして昔は定着して、今でもですね、不良の遊びと思っている方が多いんですけれども、これですね、庶民にまで浸透した花札に出てくる菊酒というのは、つまりですよ、書いても分かるから書いてあるということですよ。売れぬやがって言うんだったら、ここに書いても説明しないといけないから意味分からないわけですよね。つまりは抽象画と同じになってしまうわけですよ。なんでこれって言ったら、三角と丸が書いてこれ美人ですって言われても分からないですよね。これは庶民の遊びなので、あくまでも具体的に花札にあるので、菊酒が江戸時代の人に庶民にも浸透していたという証拠になります。はい、花札やるときにちょっとこんなうんちくを語っていただくとですね、いろいろ知ってるねって言われますから、これ飲み会の時のですね、ネタとして使われてください。その時にお忘れになってるかもしれませんけど、はい、ということになるわけですね。はい、でこれ沖縄ではですね、9月の9日菊酒をお供えするおうち、菊酒という行事はですね、なぜかマイナーな行事なんですよね。菊酒されるという方、もううちはやりませんよっていう方、初めて聞いたねっていう、聞くだけは聞くだけみたいな人で多くいるんですけども、実はの聞くだけという行事はですね、なぜか知らないけど沖縄の中ではマイナーなんですよね。聞くの葉っぱがあまりなかったからなのか、それか昔はやっぱり酒、泡盛というのが貴重品で庶民の間までそれが浸透しなかったのか、あるいはですよ、他の行事と違って酒しか出ないから地味すぎてということだったのか、なんか上七味にパッチを食べようとするというのからすると、あまりですね、まあそのなんていうんですか、ものには適さない行事だからということなのか、やらないところ結構多いんですが、ただ軍鉢愚日はですね、菊酒はやらなくても、これはどこか分かります？分かる方は沖縄市の方分かりますよね。はい、合わせの美汁ですよね。はい、合わせ美汁6月9日が霊祭と言われてまして、実は美汁というのは沖縄各地にあって、霊石、海から途中で石が浮かんできた人とかですね、石は浮かばないですよね。でも浮かんでくるんですよ。それは琉球、由来地とか、こういった古い本がそれにもちゃんと書いてありますよ。
これオフの公式の記録に石が浮かんできたので誰々が拾ってお祭りしたとかたくさん書いてあります。あの中ブスク、北中ブスク合わせ、あの金門一帯ですか、金門じゃないですよ、中ブスク湾一帯、あの辺りに非常にビジュルとかティラと言われている廃所が多いですけど、これはもう大体霊石がお祭りされてて、大体由来機に乗ってるのは石が浮かんできたとかですね、石が光ったとか、そういうふうに書いてありますけど、なぜかこれを拝む語学がつくのかが多いんですよ。これは菊酒との関連性はちょっとよくまだ分かりません、私には。ただ多いです、圧倒的に多い。はい、ビジュールの拝みに行くのは9月9日っていうことが多いです。合わせのビジュールもそのようなことになっておりますので、この建物はですね、戦前に建てられた鉄筋コンクリートの建物で、沖縄市の文化財に指定されてますけれども、よく見ますとね、これ最近合わせの あの復興規制会の方がですね、提灯とかですね、こういった幕を奉納してますけれども、お分かりいただけます、マーク。菊のマークですよ。で、お伺いしたら、やっぱり9月9日で菊酒の日に例祭があるので、それで菊のマークをつけてあるんですよというお話をされていまして、で実際ですね、9月9日に拝みに行く方は、あの瓶子のお酒に菊の葉っぱ入れてですね、拝まれる方、結構いらっしゃるんですね。はい、でこういったことで、まあ、菊酒という行事がある。あと、ムーチーですね。ムーチーも、やっぱりこのムーチーの香りですね、これが悪いものを避けるという意味になるということなんですね。あのこれも子どもの成長を願うと言いますよね。この頃、これ最近下げるのはあんまりやらなくなりましたけれども、もう下げるよりはもう冷蔵庫に入れた方が日持ちするからだと思いますが、あの昔はですね、下げた方がやっぱり日持ちが良かったわけですよね。寒い時期ですから、ムーチービーサという言葉がありますよね。ちょうどこの時期寒くなるんですよ。ムーチーの時はムーチービーサになるんだねって言うんだけど、これ多分おそらくムーチービーサの時期にムーチーをやったというのがいいかと思います。なぜかというと、先ほど申し上げたように、8日日もそうなんでしょうけれども、芝刺しなども。気候でですよ、急に寒くなるとか、なんか気候の変わり目、季節の変わり目で人がやっぱりあの病気になったり亡くなったりするのが多いので、その時に厄除け厄払いをする行事というのが生まれた、多分合理的理由だったと思うんです。ですからムーチービーサの時期に合わせてムーチーがおそらくあったと思うんですね。はい、で由来記という古い本を見てみますと、どうも12月の8日が今ムーチーほとんどですけれども、それが決められたのは随分あの後のことです。もうだいぶ古い時期はですよ、あの地域によってちょっとまちまちのところがあったようなんですよ。それを8日に定めるということが由来記に出てきます。ただ今でもです、8日にやらないところがあるんですよね。1日早い7日っていうところも西原町とかですね、中城北中城で一部の地域でありますし、それから余活ですね、余梨余活、あの辺りでは12月1日のムーチーというところも結構ありますよ。はい、ですからそれはおそらくその8日に固定する以前の古い習慣が残っているというような気もいたします。はい、いずれにせよこの時期というのはムーチービーサの時期なので、体が弱まる、そういった時にウユミシチビ、こういったごちそうを食べられる、そして拝みをする、そういった日を設けることによって栄養を補給と、それから拝みによって厄払いをするというようなことが行われていたわけなんです。これ最近お家で作られる方もう作られない方も増えましたけど、お家で作るとですよ、これをこう蒸しますよね。蒸した時のお湯、これを普通に流しに捨てなかったんですね、昔はね。これをですよ、ひしゃくかなんかで組んでですよ、お家のこの門の外側にこうですね、かけたりしたんですよ。それは何かと言いますと、熱いお湯でですね、あの鬼の足を焼くという言い方、つまりこれも焼く悪液払いという意味があったわけなんですね。はい、だやっぱりこの時期もやっぱり悪いものがいるというようなことを考えていたんだろうというふうに思います。それも香りのある植物でそういった役目を持たせている。それとあとはあのこれはもう最近やる方が少なくなったし、地域によってはもともとやらなかったところもあったかもしれないですけれども、大晦日、年の夜の時にご飯を食べる時にニンニクの葉っぱをお膳に置くっていう地域が結構あったんです。別にニンニクなんかを食べるわけじゃないんですよ、置くんです。これも年越しというのもやっぱり生命の危機、悪い時期だと言われてたんですね。実は正月になると生命は改まってですね、また生き返るというんですか、若返ると言われたんですが、その前の日というのはつまり一番年取ってるということですよ。なのでその時に生命の危機が訪れやすいから、やっぱりこうニンニクの葉っぱ、あれも匂いしますよね。それで悪いものから自分の身を守ろうというような考えがあったようですね。
植物の話はこれぐらいいたしまして、ここに飾ってあるのこれやらないと帰れないんですね、はい、これですよ、季節外れですね、ちょっとね、まあ、8月なのに正月のものこっちにも飾りましたけども、これは正月の飾りでもう今やらないよってところも増えましたけど、タントゥクブというものですね、みかんとそれから下に米が置いてありますね、はい、これアドロさんどこのものか分かります、赤ひげのものです、あ、そうですか、はい、あのそれやられてるもう一度方がいらしてるもんですから、アンケートの方が、これですね、あの糸満あたりでは旧正月まだ盛んですので結構よく皆さんされますけれども、黄色と赤と白、私がこっちの前に引いたのは赤と黄色と白から、お家によって地域によって少し色の重ねの順番違いますけれども、それにですね、木炭に昆布を巻いて赤い紙でこう閉じたものですね、これタントゥクブと言っています、これとあとみかん、これみかんになってますけれども、これがですね、本当はもともとはですね、今は温州みかんとか炭かんとかそういったものの方増えましたけど、もともとはこのくがにだったわけなんですよ、はい、が多かったわけなんですね、必ず全部とは言いませんけれども、あとかその話もしますが、はい、これ炭と昆布ですねをお飾りするということ、これ古典音楽とかやられてる方はちょっと聞いたことあるかもしれないですけども、カジャリ風というね曲があって、あれに正月用の歌詞っていうのがありますね、はい、改まぬ年にタントゥクブカジャテ、くくるからしがた若くないさ、あ、一日遅れの島くとばの日になってしまいましたけれども、はい、はい、ちょっとね、こういう歌がありまして、改まぬ年というのは、まあ、新年のことですよ、改まというのは掛け言葉ですね、和歌などでも使われる、タントゥクブカジャテというのは炭と昆布を飾って、これを飾って心から姿が若くな、心も姿も若くなりますというような意味なんですけれども、この歌ですよ、よく歌われますけれども、よく正月に年賀状に書いてくる方も未だにありますけれども、タントゥクブってじゃあ何ねって言うと分からんって言うと結構あるんですよ、それはこれなんですけれども、はい、炭と昆布を、こうで作った飾り物なんです、これはですよ、正月の縁起物なんですね、炭と昆布は縁起が良いね、なぜかっていうと、タントゥ喜ぶというふうな意味だというふうに言われておりますが、はい、なるほどって思いますよね、でもただですよ、タントという言葉ですよ、方言ですかね、違いますよね、はい、一平ゆるく分だったら分かりますけど、タントというタントはいっぱいって言うんですけど、これ日本語なんですよ、おそらく炭と昆布というこのお供え物自体が大和からどうも入ってきているようであります、大和でもじゃあ炭飾るんですかって言うんですけど、昆布は飾りますね、このようにして鏡餅にこれ昆布、喜んぶとかって言いますよね、はい、炭、これも正月でですね、茶の湯をやられてるので初釜というですね、正月最初の釜の時にですね、炭飾りって飾るんですよ、はい、正月にですよ、で何の意味かっていうと、これはまあ結局ね、山の幸という意味もあるでしょうし、山で、ね、山で切った木で山出会いって言ってるので、昆布というのは海の幸だから、山の幸、海の幸を飾ることによって1年間食べ物生活の糧に恵まれますようにという意味で飾る意味もありますし、大和ではですね、沖縄でもそうなんですが、昔からこの一つの土地に長く住み着いて繁栄をするというのが、まあ、そのお家の繁栄だと言われましたので、長くよく住み着くという語呂合わせだと大和の方で言うようです、はい、ですから、おそらくこの炭と昆布というのは大和から備える、正月の縁起物としてこの2つのセットで入ってきている、だから、タントゥ喜ぶというですね、日本語もそのまま入ってきてるんじゃないのかなというふうに思うわけなんですね。だから、大和家のそうなんです。これちょっと変わっていますが、これご覧になられたことはありますかね。先ほど、くがにを飾りますよって言いましたけど、地域によっては人参飾るところもあるんです。これ、久米島あたりですけれども、どこでもどこでも今、みかんが取れる、というか、今、みかん買ってきますけれども、どこでもどこでもみかんが取れるわけじゃないんですよね。みかんがあんまり取れない地域もある、そういうところでは人参も飾られてたんです。人参って方言で何て言いますかね、しまくとばの日の次の日ですから皆さんどうぞ、地でいく日ですよ、黄色い大根って意味でしょうね、つまり黄色いものをお供えしたい、くがにも黄色い、地でいく日も黄色い、黄色いものをお供えする。黄色は何かと言いますと、大和でかがみ餅にですよ、みかんを飾るのは代々ということで、みかんではなくて本当は代々という別のものを飾るんですね。柑橘のもっと食べたら酸っぱくて食べられないようなですよ、まあ、レモンみたいに絞って使うやつですよ、はい、
これを飾るんです。これは代々飾られていますけれども、代々栄えるという意味で飾るんですね。みかんではない。似てるから今みかんを置きますけど、沖縄の人はフガニ国と言ってですね、フガニを飾ったんですが、なぜかと言いますと、これは代々ではなくて、デーデー国部という言い方もありますけれども、おそらくフガニ国部という言い方をするには、黄色いもの、つまり黄金を意味している。つまりあの繁栄、繁盛を意味するものということで飾っている。だから黄色いものということで人参餅で国に飾ったということなんですね。中国あたりでは今でもですね、正月にあのみかんですね、とか金柑をいっぱいなったですね、あの鉢植えを正月に飾ったりするんですよ。これが結局はあの 金のみかんということで、お金がいっぱい貯まるみたいな象徴で、正月の縁起物としてよく飾るし、鉢植えを送ったりするんですね。ですから、おそらくこれは日本の代々と中国あたりから来たこういった金柑とか黄色いものを飾るという習慣が、まあ、集合してこのような形になっている備え物じゃないのかなというふうに思います。だから人参飾るというのはあのみかんとは違って黄色い色ですよっていうのを意味しているんだろうというふうに思いますね、はい、実はこの単独部というものなんですけれども、皆さんのお家でこの単独部やりますか。これ飾られるという方、ずっと飾られてます昔から、最近からそれからやっている。これですね、実は最近までですよ、探すの大変だったんですけど、今スーパーでよく売ってますよ。誰のおかげかというと、おそらく膨大に来たのかと。このワンハンドブックに単独部って書いてあって、これ正月に飾りますよってあるんですよ。なのでみんなこれを見てですね、単独部っていうのを飾りたいんですが、とにかくスーパーとかですね、そういったところに行って落ちましたね。そしておそらくこの本のヒットとこの単独部の復活というのが関係があるのだろうと私は見ておりますね。最近まで探すの非常に大変だったんですよ。これ那覇のね、あの、ゆいの日とか紙売ってるようなところに行くとか、糸満の町側に行かないと売ってなかったりしたんです。最近はもうメイクマンでもですね、3円でも売ってるというような感じになっています。ですからこれはその、こういったマニュアル本などのおかげで復活の傾向のある備え物ということで、非常にこれ、現代的なことを考えても珍しい事例の一つだというふうに思うわけですね。あとは重箱の話ですけれども、重箱はもうね、とても皆さん興味がおありかと思うし、あとね、お詳しい方、私よりお詳しい方いっぱいもいらっしゃると思うので、まあ私がですね、ちょっと見て分かったことをお話しするにとどめておきますけれども、重箱ですね、お供えを皆さんされると思いますけれども、重箱というのはですね、まあこの7種類とか9種類とかっていうふうに今なってまして、まあ、こういったスーパーなど行っても買わない、買ってもこういった風になってますよね。7か9品になってますよね、はい。こういったものなんですけれども、実は沖縄でですね、この重箱のことをうさんみという言い方をするところもありますね、一部に。でもうさんみというのは重箱のことを言うところも一部にありはするんですけれども、大体重箱とかうじゅうとかっていうところが多いと思います。うさんみというのは何かと言いますと、本物のうさんみというのがあってですね、これが本物の御三味というもので、これは那覇市の久米ですね、九人だというところ、中国系の御子孫が多いところ、あちらでは聖明祭の時に重箱ではなくこれを供えするんですけれども、今でいいですね、はい。こういったものが、まあ、御三味と言われているので、こういったものから発展をして、どうも多分変化を遂げて沖縄の重箱というものを形成していったんじゃない、されていったんじゃないかというふうに言われておりますが、御三味というのは3つの味とかと言いますね。だから先ほど言った7品、9品だと3味じゃなくて7味か9味ぐらいになってるわけですけどね。なぜ3味なのかと言いますと、もともとやっぱりこれは3種類なんですよ。これは来週、再来週ぐらいありますかね、久米の孔子廟という、松山公園のところにね、中国の孔子をお祭りしている廟がありますけど、そちらのお祭りにお供えされる供え物で、これ中国式なんです、三聖と言います。これを沖縄で御三味と言っています。3つの味というふうに書きますけれどね。右から豚ですね、それから鳥、魚、丸まま、姿のままです。これ三聖というんですね、中国では。聖というのは犠牲の聖ですよ。つまり生贄。生贄だから形がないといけないわけなんですね。で、こういったものを中国から清明祭などの行事が伝わってきたときは、中国系の人が持ってきてお供えをしてたんです。
今でも一部の日本中ではですね、これをあの生命祭にお供えするとかあります。ただですね、これ持っていきますとうさんで大変ですよね。だ結構お墓で解体をしないといけなくなります。なので解体した形になってるのがこれなんですよ。これ見ますと、ここに魚と豚と鶏の身がほぐされたものが入っていて、それよりも飾りでゆで卵ときゅうりというのがあって、真ん中の方はジューシーがありますけど、ジューシーはあの国田の方では生命祭の料理の定番ではあるようなんですが、こういったものを茹でたりしたりした時にこのね、あの出汁が出てる汁、それでご飯を炊くというふうなことでジューシー作るらしいんですが、こういったものをまあお供えするわけなんですけど、これですね、どうやって食べるかと言いますと、味これついてないんですよ。だ中華料理のバンバンジーのようなもので、まあ、もちろん中国系ですからね、つける食べるときにここに置いてあるほら、つゆをつけてかけて食べる。もうちょっと分かりにくいですけど、お椀に入ってますよね。三杯酢みたいなものをかけて、たりつけ出して食べるんですよ。で沖縄の人はやっぱり甘いなと思ったのかどうか知りませんけれども、これに味がついてた方がいいと思ったのかどうかっていうことですけれども、だんだんこういった供え物からこういったものにおそらく変化を遂げていったんだろうというふうなことは言えます。だから肉と魚が入ってますよね。鶏はどうしたんかというと、沖縄人はあまり鶏をそんなにまで、ね、料理でそんなにまで食べないような傾向がありますので、鶏がどうも抜け落ちてしまっているということなんですね、はい。でもこれが、まあ、重箱、これもですね、若い方がですね、これを一組という方がいるんです。これは一組ではないんですよね。これ半分セットですよね。これね、半分とかカタシとかカタカタとかって地域によってます。一組というのはこれを主君とかですね、言っていますよね、はい。これが一組、これが半分というですね、非常に分かりにくいですが、まあ、そのようなセットになっております、はい。これが9品なんですね。餅と、まあ、このおかず、まあ、魚とか茶わきとかなんとかと言いますけど、唐魚とかですね、アギウチャワキとかという言い方しますけど、こういったものをセットにして重箱としています。これ9品入ってますね。でこれ法事の時の重箱、これなんですよね。普通の行事とかの時はこういったものを使う。何か違いというのは、そう、色ですよね。かまぼこの色がまず違うということですね。あと人によっては三枚肉の皮が上になるとかならないとかっていう人もいます。これもただ厳密にこだわらないところも多いし、三枚肉じゃなくて棒獅子をやったときは皮ないわけですから、あんまり関係ないということもあるし、このあたりはちょっとまあいろいろお家によって地域によっていろいろです、はい。そして大体言えることは、まあこのかまぼこが赤いかそうじゃないかということ、それから法事などの重箱にはここに入っているターム、これは使わないという。タームと芋というのは子孫繁栄の象徴なんですよね。芋は分血といって、こっちがちっちゃい芋ができますから、梨繁盛なので、これはまあさすがに入れないだろうということで、入れないというとかですね、あります。それから昆布をですね、結ぶか返すかというの違いとかですね、結びはやっぱり縁起がいいからということだったりしますけれども、これ、法事の重箱ですよね。というか、お分かりの方は、うん、そうですよ、これ南下とかにお供えするのはこんな重箱でしょうねっていう。大根が入ったりとかします。これ多分タームの管理で大根とか入れたりしますけれども、さてここでですよ、ちょっと先ほどの単徳部のお話に帰ってみたいと思うんですが、単徳部は縁起物と言いましたよね。昆布は喜ぶの昆布である。そう、重箱ですよ。なあちゃんにいかなんかに重箱作っていく地域もありますけど、それでもですよ、昆布入ってますよね。これは麹の重箱で、なんでこんな入れるのかですよ。嫁がですよ、なんか姑がなくなってめでたいって入れてるのかって、その話では全然ないわけでして、これはですよ、つまりここに入っている重箱に入っている昆布というのは縁起物として入っているわけではなくて、やはり美味なる食材として入っているということだろうと思うんですね。ですから結び方、こしらえ方は違うけれども、昆布は入れてあるということなんです。やはり昆布というのは非常にですね、沖縄の人は空軍一陣とかですね、そういったものを作ったりしてですね、メインの食材として大和ではですね、どうも昆布をですね、メインのですね、食事のこのメインのものにするのがあまりないようでして、やっぱおでんに結んだのが入っているとかですね、だしを取るとかはやりますが、空軍一陣みたいな昆布ばっかり山のように食べるというのはあまり料理がなくて、そういったことからしますと、沖縄はやはり昆布をですね、好んで食べる文化があるだろうと
というふうに思うわけなんですね。ですから法事の重箱であれ何であれ昆布が入っているということなんです。ですからこの丹徳部がこのセットで大和から入ってきたというのはそういう意味なんです。つまり昆布自体は沖縄では縁起物じゃなくて、大和から炭と昆布というのが丹徳部がですね、丹と喜ぶという言葉とともに縁起物として入ってきている。だからここでは縁起物だけど、ここでは縁起物ではない食べ物ですということなんですね、はい、これ意外と気づかないところなんですけれども、昆布はめでたいからっていうふうに言うんですが、ここではめでたくなくてもいいということなんですね、はい、これお盆のですね、お供えですけれども、彼岸とかですね、彼岸は下から入りますけど、彼岸とかお盆とかお家の中でやる行事の時は重箱ではなくてお皿に入れますよってお家も結構ありますよ、はい、これはですね、何かと言いますと、重箱の箱というものが弁当箱と一緒で持ち運びを屋外に出す時に使うものだからなんですよ、はい、じゃあですよ、ここで大体質問される方がいます。法事の時も重箱だけどっていう人がいます。実は法事の時は重箱昔持っていきましたね、お墓にね、お供えして。今はもう重箱持っていかないところもあるし、持っていくところでも別に作って持っていくっていうところが多いんですけど、昔はそんなに物がないですから、これを持っていって何をしたかと言いますと、ちょっと話もう時間来てますので急ぎますけれども、これ打ち字フェイシというのをやって、つまりお墓に持っていった重箱打ち字フェイシしてお家で法事にも使いよったんですよ。だから箱に入れてあるものがそのまま流用されるんで、家の中だけで箱に入っているというだと思います。はい、ちょっと時間がですね、もう私もお話ししすぎて、重箱終わらない感じになってきましたけれども、はい、ここまで来ましたね。皆さん重箱好きですか？大好きですか？大好きという方、いくらでも食べたいという方いないですよね。大体いくらでも食べたくないので半分オードブルにするとかですよ。もう重箱自体やめて、うちはもうケンタッキーですよっていう方ですね。別に私、ああいうんですよ、国場さんから何ももらってませんけど、というような、こんな人はくれるんですかね。なんかテレビがくれるって言いますけど、はい、昔の人は重箱を食べたくてしょうがなかったんですよね。とにかくなぜかというと、普段は芋ですよ、芋ですよね、はい、ちょっといいことがあったら装備が出るとかですね、いうぐらいですよ。そのシシカマブクは食べたいですよね。だからウユミシチビは待ち遠しかったんですよ。だから重箱といっぱい作りたいんですけれども、今と違ってですよ、作られるとですね困るんですよ。役人が、王府が、為政者が、つまりですね、庶民が贅沢をすると年貢が滞ったり、いろんなことがあるだろうということで、倹約令を敷くわけですよね。だから必ず紛れとか村に出されるお触れみたいなものに、こんなことも出てきますね、いろいろね。西園の時代にはいろいろ贅沢するなとかですね、法事の時に、西園の時代から書かれているんですよ。法事の時に先祖の供養の供え物はですよ、適当にやって、お客さんにばっかりいろんな接待をするのはおかしいからやめなさいっていうふうに、あの時代から書かれてます。今でもそうですよね。なんかもう、そのようなものは適当にやってからに、もうなんか、あれの時、仕出し屋が持ってくる重箱だけ置いといて、でもどうする自分たちが食べるものはとかですね、ビールは何ケース買うかとかですね、どんな話ばっかりする人がいますけど、昔からやっぱりそう傾向はあって、だから倹約令というのは何回も言われてですね、重箱なんかですよ、数とか大きさ、までいろいろとですね、通達が出て制限をされるんですよ。百姓などは重箱ですよ、たくさんやってはいけないとかですね、七寸とかですね、なんか六寸とかちっちゃい重箱に、はい、一組だけやりなさいとかですね、そんなことが書かれたりしてますよ。そしたらさ、重箱の大きさと数をですよ、制限されると庶民までもやっぱりですよ、抜け道って考えますよね。今でもやっぱり税務署の段階言うと脱税とか考えるとかですね、いろいろしますけども、それなんですよ、脱税したらいけませんよ、はい、考えますよ、これ考えた結果これなんですよ。つまり重箱の大きさと数は合ってますよ、高さ制限ないですよねということで、はい、これですね、これはつまり建築基準法違反ですよ。2階建てしか建てないところ5階建て建てたようなものなんです。はい、周りに赤とですね、黄色のお箸を立てて、うですね、結構場所の糸でくくってですね、周りに結構擁壁を立ててずっと積んであげているんですよ。これも擁石率がもうまず違反しているというふうな感じですね。はい、こんなものやと、これも周りのどっか日照権の問題でいろいろ訴えられるような重箱、
こういったものを作ったりした、庶民の知恵さ、蓋閉まるか閉まらないか全く関係ありませんね。と、いうことなんですね。ですから、これについにですね、やっぱり規制がかかるんですよ。縁だけにしなさいっていうふうな、あのお触れが、縁だけ、縁の高さまで入れろっていうふうなお触れもやっぱりその後出てきます。こういったものになってくるわけですね。ですから今重箱はですよ、誰も食べないからやりたくないって言いますけど、昔の人は食べたくてしょうがなかったっていう、これが証なんですね。はい。そしてこれ、まあ、これ先ほどもちょっとお見せしましたけれども、重箱をですね、あの拝みに行くときにですよ、あの地域によって那覇あたりでは CB に行くっていうと、自分のお家のお墓一箇所だけ行って、そこであのお墓の庭でご飯食べますけれども、あの南部とかですね、中部あたりとか行くとですね、そうではなくて、あの自分の身内のいろんな墓をですね、何軒も回ってですね、拝みをして、その後に最後の丘公園とかそういうところを食べることが多いですよね。その時にですよ、お供えした重箱を一品ずつ変えたりする、これが内地平氏です。なんであれやるかというと、本当はですよ、重箱を全部作らないといけないんですよ。7箇所行くんだ、7組、そうですよ。だってお中元皆さん持っていくときに、おじさんにお供えしてですよ、おじさんごめんねって取ってきて次のお家には行かないですよね。だから重箱をやってるわけですよ、皆さん、これをね、やってるんだけど、全部さすがに丸々変えないのは失礼でしょっていうことで、1個変えて全部変えたことにしてるというのが内地平氏です。つまり一部更新で全部更新になってるというですね、こういうことなんですよ。上書きされてるわけなんですね。上書き更新されてしまってるなんです。内地平氏の内地というのはお次ですよ。お、う、地地というのは継ぐ、継ぎ足しの次。平氏というのはさあ何なんでしょう。これ本に書いてありますので、お買い求めください。はい、うまい感じですね。はい、ということであります。はい、であと最後にですね、ちょっと時間をオーバーしてますけど、もう一つだけ向こうの話をやって終わりましょうね。これ皆さん好きなんですよね。昨日もあの沖縄市の中央公民館で講座やりまして、わざわざありがとうございます。昨日中央公民館で沖縄市を受けていただいたのでお越しいただきました。ありがたいんですが、はい、その中でアンケートですね、向こうの話をしてくださいっていうふうに書いてあったんですね。はい、まあ、また次やりましょうねってお話しましたけど、やっぱり向こうの話って皆さん好きっていうか興味あるんですよね。これ皆さん何本ですか。12本3本って言いましたけど、12本3本なんですよね。足し算のですよ、成績からするとこれはもう0点ぐらいですよ。なぜかなぜかとこれ6本6本3本ですよね。普通で14本3本なんで勝手に足すんですかっていう問題です。足すんだったら全部足して15本でしょ。足さないんだったら6本6本3本と言うべきところ12本3本って勝手にここを足すのはなぜか気づいてないですよって話なんです。なぜかですね、これ沖縄の人は12本と3本が別のもんだって分かってるんです。つまり12本はセット、3本は別って分かってるからそんな言い方するんです。だから年寄りなんかも12本3本を詐欺れって言うけど、15本を詐欺れっていう人もいますが、12本3本を詐欺れっていう人もいます。ただ間違っても6本6本3本を詐欺れっていう人はいない。その理由は、12本は12ヶ月12日とかと当てられていて、年中行事とかにお供えする公文、公文というのはお香の、まあ、結局なんて文って書きますけれども、そのお香の数なんですね。3本というのは、まあ、これ、うさち、なんか、今とかって言われたりとか、天地、竜宮とかいろいろ言われますけど、これは自分からお供えするというふうに言われています。だから、1日15日とかに、ひぬかんとかを拝まれる女性の方多いと思いますけど、12本、3本されますよ。N3 本です。12本の方はね、中盤約と24本いないんですね。大体そうやりますよ、これね。12本、そしてじゃあお盆のウークイの時はどうするんですか。ウークイの時はおそらくですよ、12本立ててナーメーメー3本って見ていませんか。多分これは何かと言います。つまり12本が年中行事の本数で、1日15日ウークイの本数でお供えしているんです。三本各自なんです。ひぬかんはたまたま、ひぬかんを飲むときにですよ、やにんじゃ集まれ、こっち集まらしてから拝むって情報じゃないんですよね。だいたい女性の方が一人で朝とか拝んで仏を下げて終わりなんです。だから一人分しかないか、12本3本たくさんいるとここに人数が加わってくるということ。だから12本3本の3本が多い形が、あのうんくいとかひがんとか人が集まったときの本数というふうなことになっているわけなんですね。はい、あとこれのお話も一応しておきましょうね。置いといてやらないのか、叱られるのか、時間オーバーですからね。あの4時から予定あるって方も帰って結構ですけど、まだ時間の方はもう少しお付き合いくださいね。内髪
はい、内カビですね。内カビ、皆さんこれ内カビって呼ばれます。カビ人。あとアンジカビとかですね、言ったりする。インチャビというところもあります。はい、このカビなんですけど、これ焼いてますよね、たくさん。ね、あこの人たちなんか不足があったんだはずねって思いますけど、そうじゃないです。これ中国なんですよ。中国の内カビ、沖縄の内カビと区別つかないと思いませんか。そっくりですよね。うん、内カビというのは、沖縄の人が、あの世の先祖が困らないように作った沖縄の人の優しい心の表れだっていう人がたまにいますけど、間違いで、中国人の優しい心の表れを沖縄の人が真似しただけなんです。だから中国教育論も唱える人がいますけど、中国の人は多分あれなんですよ。とても優しいんです、あの世の方には。これです。はい。横浜中華街の内カビでございまして、中国の都会あたりではですね、もうですね、こういった現行紙幣に似せたような感じの内カビを作ったりしてます。そして沖縄にもやっぱりその部分の波が来てまして、やっぱり中国の真似をするんでこういうのがあります。内カビ、はい、これは 4,5 年前に石垣島でですね、これで買い物をした詐欺事件が起きたので、ね、成功にできた内カビでございますけれども、はい、こういった内カビが作られて、天地銀行と書かれてますね。これ5000国ですね。沖縄はこれ5番番ですか、はい、ということになっていると思う。とにかく大金なんですよ、はい、でこの内カビ約8ですけれども、こういった8で焼きますよね。この内カビなんですけれども、お金の形を売ってあるから内カビというわけなんですね。カビ人というのは神の銭、神人という、アンジカビというところもありますけども、アンジっていうのは炙る、つまり焼くから。でも焼かないでインチカビを開発した人が5年ぐらい前、6年ぐらい前いらっしゃって、オブラートでできてて溶けるっていうんですよ、はい、あれはちょっとなかなか売れなかったようですけど、こちらは売れてますよ、結構、ね、こちら売れてます。ビッグバンド言ってますから。このインチカビなんですけれども、皆さん小さい頃これ売ったことあるよって人いますよ。ありますよね。お家に打つ型とかがあったりとかしてですね、売ったんですよ。これですよ。使う分だけしか作らなかったんじゃないですか。そう、これですね。実は作り置きと買い置きいけないって昔言われてたんですよ。あの世のもんだから。でもですね、今はですね、型もないし、打つこともなくなったんで、束のように買ってきてお家でストックしてありますけど、昔は本当に使う分だけ売っていた。そしてよくある質問が、3枚ですか、5枚ですかっていう方いらっしゃいますね。どうなんですか、3枚の。さすがですね、お母さんがそこ詳しいから、5枚の方、はい、よくわからない、また300枚ぐらい暗中作品、これね、1枚セット、この挟まれてて5枚になってるんですね、今ね。ですからこれ焼いたら5枚ですよ。で、3枚っていう方もいらっしゃいます。やっぱりね、昔は3枚焼いたのかなりあったんですよ、はい。で、あとですね、そのお家の人、着手とかそういったお家のヤーヌーシは5枚、あと次男さんなんとかですね、ヤータチャー、そういった分岐した人は3枚っていう差をつけてやるところもありました。でも最近はですね、5枚備えるっていうのが圧倒的に増えたんですよ。昔は3枚だったけど5枚にしました。なぜですか、物価が上がったんですか。違うんですよ。5枚セットで売られてしまってるので、昔はですね、多分これ売ってた頃は1枚1枚紙を数えて3枚売ったので、まあ数えたんですけど、今これこう綺麗に挟まれててですね、外すのがですね、ほら年いくとだんだん手に油がなくなって外せなくなってきて、もう外せないから悩み腐っててから、不足があったらいけないけど多いのはいいんじゃないみたいな感じ、こういう焼き方が増えてきたという。だから3枚5枚というのは昔は地域によって、家によって、あるいはこのお家のですね、着地、家主は5枚、それ以外は3枚という分け方をしているところもあった。でも今はだんだんこういったものがですね、こういうふうになってきたので、5枚を焼く人が増えてきたという、これも細かな変化がありますよということなんですね、はい。あと平尾の話でもう一つ詳細を言っておきますけど、これこの子を使いますか、皆さん、これなんていうんですか、これピチハチウコウとかカバウコウとかって言いますよね。これカバウコウっていう言葉よく使われますけど、カバって何だと思いますか。匂いですよね。これは平尾ですよね。お香の香っていう字は香りって書きますよね。香りがない線香って本当はないんですよ。だからカバウ香っていうのは香りがついてる線香というふうな日本語訳になると思いますけど、これをですよ、インド人とか中国人とか日本人に言ったらわけが分からない。本当にインド人もびっくりするような感じで、香りがあるからお香って名前ついてるんでしょっていう、香りがないお香どこにあるのって、いや沖縄にありますよって話です。つまり沖縄の人は香りがないのが当たり前と思ってますけど、
これはもう本当に沖縄の常識ですけども、世界の非常識。で、このタイトルでこの本に広い広告で書いてありますから、またお求めくださいねというお話で、今日のお話締めくくりたいと思います。ちょっと長引きまして、すいません。ありがとうございます。